アレキサンダー・ビロドーは、カナダのモントリオール出身のモーグルスキーヤーである。2004から2005シーズンにノースアメリカンカップで優勝したことで、カナダのモーグル代表に選ばれ、2005から2006シーズンに18歳で、ワールドカップとトリノオリンピックに初出場した。ワールドカップでは、初出場ながら、わずか3戦目で、初優勝、第7戦でも優勝して、 シーズン2勝を挙げ総合2位に入り、カナダ期待の新生として若きエースとなる。18歳以下での優勝は、男子モーグルでは、ジャンリュック・ブラッサール以来史上2人目で、18歳での2勝は、初の快挙である。また、第3戦の18歳と4ヶ月の優勝は、ジャンリュック・ブラッサールの18歳と5ヶ月をわずかに1ヶ月、上回り、男子モーグル最年少優勝記録保持者となった。 オリンピックの選手にも選ばれたが、トリノオリンピックでは11位に終わった。優勝候補の申請と期待されながらも2年目、3年目は何度も表彰台に上がるも優勝はできず、2年目総合3位、3年目総合4位と順位を落としていき、カナダのトップの座もビンセント・マーキスに奪われる。4年目の2008から2009シーズンも序盤は2位が、続き、 優勝には至らなかった。しかし、5戦目で優勝するとそこからも連勝して、最終戦を待たずに総合優勝を決める。終わってみれば9戦で、優勝5回、2位3回、4位1回と常に上位に入り、最終的には2位と200ポイント以上の差が開くという、圧倒的な強さであった。さらに同シーズンは、オーバーオール総合優勝も手にしている。また、 2008から2009のシーズン終了時点でワールドカップ通算40戦で表彰台が19回と表彰台に上る確率が5割に迫るという驚異的な数字を持つ2009年フリースタイルスキー世界選手権ではワールドカップ2008から2009シーズンの活躍から本命と目されていたがシングルではミスにより8位に終わるしかしデュアルでは 本命として期待通りの優勝を果たし、金メダルを獲得した。2010年バンクーバーオリンピックで前回大会発射のデールベックスミスを破り、金メダルを獲得した。ワールドカップ初出場のシーズンに、モーグルではまだ誰も飛んでいないダブルフルを飛び、注目を集めた。ダブルフルやコーク8 0といった高難度の技を持つが、難しいエアを多用することから、 安定感に欠けていた。優勝した2008から2009シーズンでは安定感を求めてコーク1 8 0を使用せずバックフルやバックフリップを中心に時々ダブルフルを使用していた。滑りに関してもワールドカップ参戦当初は抜群のスピードを持つもののターンの技術が低い評価を受けて点数が出ないこともあったが2008から2009シーズンには ターンにおいても高い評価を受けて高得点を獲得している。戦績表優勝受賞歴。ありがとうございます。